私は小日向虹花。大スターだったママに憧れて女優を目指してるの。今日はパパが経営する芸能事務所に来たチョコレートの CM 撮影に行くところなんだ。いいか虹花、 CM で人気が出れば多くの人に注目される。そうしたら女優の仕事のオファーが来るかもしれない。頑張れよ。もちろん頑張るよ。でも別に東也くんがついてこなくてもいいのに。社長に付き添いを頼まれたんだから仕方ないだろ。虹花はいくら外見が大人っぽくてもまだ小学生なんだからな。東也くん、私は16歳ってことになってるんだから、それも秘密だよ。分かってる。まあ虹花の演技もちょっと気になるしな。この間一緒に芝居した時もなかなかやるなって思ったし。東也くんが珍しく褒めてくれた。別に褒めたわけじゃないからな。ほら遅れるぞ。あ、待てよ東也くん。あ、飛び玉くん。クッピー、すみません。はい、あなたは、あ、女優のリアよ。本当、超綺麗。リア、俺リアの大ファンなんだ。どうしよう、私がぶつかっちゃったせいだ。なんとかしなきゃ。ママ、私に力を貸して。ヤンキーのこの私だけど、悪い奴は許せねえ。このセリフ、ヤンキーデカ伊集院綾剣山。若くして亡くなった伝説の女優藤宮沙織が演じた役。ヤンキーデカ、昔やってたドラマだよね。これってドラマの撮影？なんだよ、勝手に撮影して恥かかせんなよ。神があんたを許しても私が許さない。私は今伊集院綾。伊集院綾、騒ぎを起こすんじゃない。あ、俳優の一ノ瀬宗也くん、かっこいい。すごい。じゃあやっぱりドラマの撮影？ずらかるぜ。ああ、そっちのお嬢さんもな。ええ。みんなドラマの撮影だって思ってくれたかな。いきなり何をするのかと思ったわ。ちょっと楽しかったよね。そうね。リアさんの笑顔テレビで見るより素敵。じゃあ私仕事があるから。虹花、俺たちも行くぞ。ここで撮影するんだ。ほら、まずは挨拶だろ。こんにちは。虹花、挨拶はおはようございます。それからちゃんと名前を名乗る。そっか、おはようございます、小日向虹花です。よろしくお願いします。君が小日向虹花君か。よろしく。君は確か俳優の一ノ瀬東也です。彼女は同じ事務所の後輩なんです。ほら、虹花は早く衣装に着替えてきて。あ、うん。カオビ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 。すみません、お待たせしました。かわいいな。似合ってるね。おはようございます。スタッフの皆さん、よろしくお願いします。綺麗、美しい。どうしてここにリアさんが？聞いてないのかい？この CM はリア君と君のダブル主演なんだよ。ダブル主演？聞いてないよ。虹花、リアさんは5歳から子役として活躍して、高い演技力でたくさんの賞を取っている。16歳の今も若手女優のナンバーワンだ。そんな人と共演できるなんてチャンスだぞ。そうだよね。ほら虹花、リアさんに挨拶。うん。リアさん、さっきは無事でよかったです。撮影もよろしくお願いします。あれ、今無視されたような。ねえ。はい。あなた第二の藤宮沙織を探せっていうオーディションで合格したそうね。え？あ、はい。だからさっきヤンキーデカの演技をしたの？あ、実は
あのドラマに出てた藤宮沙織は私のママじゃなくて、ママが大ファンで。そう、私小さい頃あのドラマが大好きで、藤宮沙織の凛々しくて力強い演技に憧れて女優になるって決意したの。だからあなたには絶対に負けないわ。もしあなたが下手な演技をしたら、あなたが第二の藤宮沙織だなんて絶対に認めない。じゃあそろそろ今日の撮影のプランを説明してもいいかな。監督、私から提案があるんですが。え？今日の撮影全てアドリブにしませんか。いや、でもリア君。その方が今までにない面白い CM になると思うんです。ぜひトライさせてください。リア君がそこまで言うなら。ありがとうございます。いい？テーマは天使の女の子の友情よ。天使の女の子の友情。監督、すぐ撮影始めてください。嘘！トウヤ君、これはニジカに叩きつけられた挑戦状だ。自分で乗り切るんだな。何も打ち合わせしてないのに。ディアさん、私はダメ好きだ。だったら向こうに美味しそうなチョコレートの木があるよ。一緒に行こう。なるほど、天使だからファンタジーっぽい設定にしたんだな。よし、この流れで木のところで二人が仲良くチョコを食べる展開にしよう。私、あなたのその強引なところちょっと苦手よ。それと何もかもいきなりだし、小学生みたいに子供っぽいところもあるし、とにかく苦手なところがたくさんよ。あんなつもりなのリアさん、無茶ぶりしといてあんまりだ。私だってあなたのそのクールなところちょっと苦手だよ。何よ、私のこと嫌いならはっきり言ってよ。別に苦手なところ言っただけよ。ただの喧嘩になってるな、カオピー。もしかしてリアさん、わざと私に喧嘩を仕掛けてる？リアさんは私がどう動くか試してるんだ。これは友情を表現する演技。喧嘩してる場合じゃない。私がこの流れを変えなきゃ。すごい、羽ばたいてるみたいにふわって飛んだ。まるで本物の天使みたいだ。私は今天使の女の子リアと友達になりたいと思ってる。私知ってるよ、あなたが本当はすっごく素敵な笑顔をすること。私ね、あなたの笑った顔が大好き。お互いちょっと苦手なところもあるかもしれないけど、ずっとずっと友達でいたいな。私もあなたのそのまっすぐなところ好きよ。本当？はい、仲直りの印。チョコレートが？だって甘いもの大好きでしょ。え？甘いチョコレートが嫌いな女の子なんていないもん。いいから食べよ。そうだね。二人とも本当の天使みたい。カーッ！二人とも素晴らしかった。これ使わせてもらうよ。私が喧嘩を仕掛けた状態からよく友情展開でまとめられたわね。あなたが天使みたいにジャンプしたところ、あれで場の雰囲気がガラッと変わったわ。あれはとっさになんとなく体が動いちゃって。そのなんとなく体が動く、それはあなたに天性の演技の才能があるからよ。才能？私に？どちらが第二の藤宮沙織になれるか、私たちこれからが本当の勝負ね。ニジカ、ニジカは私が認める唯一のライバルよ。早く私のところまで登ってきなさい。
ち友達だもんね。私も好きよ。あの CM こんなとこでも流れてるんだ。ステイジのチョコレートシュガーキス新発売。あの子誰？リアに負けないくらい可愛いね。私の名前なんてまだ誰も知らない。だからこれからもっともっと頑張らなきゃ。闇を恐れ光を隠し、今はダメだと